初めてご挨拶に行かせてもらったのが去年のお正月ですかね。こんなにあったかい家族が本当にあるって僕本当に感動して、普段無口なお父さんが、僕となっちゃんが駅に向かうときにわざわざ外まで、本当に雪が本当にすごい雪が降った日で外までこうお見送りに来てくれて、あ、結婚するって本当にすごいことなんだなってその時感じて、しまちゃんが運転してくれてる、あ、お姉ちゃんか、お姉ちゃんが運転してくれてる車の中で号泣したのを今でも覚えてます。ずっともう素直で本当に熱くて、なんか本当になんかすぐ泣いちゃうんですけど、けど本当に仲間思いで誰かのためにってもう一生懸命やってるところが可愛いなと。誰に未来ウェディングプランナーしてもらいたいみたいな話をしてた時に、迷わず夏美さんって言ったのを覚えてるんですけど、すいません。ここナンザーハウスはですね、僕たち2人が出会った思い出がたくさん詰まった場所ですなので夏さん、たまには毒舌も吐きます。声も大きいです。トシ、おっちょこちょいです。今回の招待状も素直さんと僕の切って貼ってくれなくてありがとう乾杯ご挨拶させていただいたんですけど、これから僕の生涯をかけてなっちゃんを絶対守って、もう笑顔が絶えない家庭にしていくんで安心してください。ウェディングプランナーという仕事を通じてたくさんの素敵な家族の姿を目にしていいなと感じながらも、いつも心に浮かぶのは自分の家族の姿です。やっぱり私には奥山家が一番、少しでも恩返しできたら嬉しいです。パパとお母さんがいてくれたから、僕がいて、ヒロがいて、ユキがいて、この家族に生まれてよかったなって思えたのは、家族と過ごした時間を振り返って感じることができたんじゃないかなって。大切な人たちの、本当皆さんの支えがあって今日の日を迎えることができたんだなって本当に心から感じます。